はい、久しぶりに事務所でご飯食べようかなと思って、今日は豚肉と、チョリソー、よだれ出てきてるチョリソーを買ってきました。普通によだれ垂れた。はい、年寄りか。はいね、で、ご飯もちゃんと炊きまして、ええ感じに炊けてるんちゃう？見えてるかな？真っ白で飛んでて分からへんな。はい、いただきますよ。今日は豚バラ、オーストラリア産の豚バラとね、で、ちょっとメーカー不詳の、チョリソーを。メーカー不詳ってことですか？見たら多分わかる。なんか有名メーカーさんではなかった。ちょっと炊きすぎたな。1.5 合炊いたんでね。ね、食後には楽しみなこれとかこれとかもあるんで、いただいていきたいと思います。あ、写真撮らない、写真撮らない。当たった。はい、いただきまーす。今日はね、円町のホルモン西田さんの味噌味の方のタレを、はい、持ってきました。こぼれる。気持ちもね、西田さんで。まあ、まずな、肉いただこうか。ご飯あるしな。もう汁物なんか全然いらへんわ。えい。うん。うん、チョリソーもね、タレにくぐらして、うん、ほんならタレがほんままるな。ここご注意いただきたいんだな。あ、このチョリソー辛い。結構喉にシャープにくるからさ、ご注意いただきたいんですけど、辛い。ホルモン西田さんね、行ってタレだけください言うても売ってくれはらへんので、そこはご注意くださいね。買ったお肉の量に合ったタレなら売ってくれはる感じ。今回はロースやホルモンやなんやかんやで500ぐらい買ったのかな、全部ね。で、それぐらい買うとね、この大きいタレを売ってくれはります。まあ別に売って言うたら売ってくれはるとは思うけど、まあね、肉屋さんにさ、肉買わんとタレだけくださいっていうのも失礼な話やから、それはぜひぜひ肉と一緒にタレを買ってください。あ、ここで売ってはるね、油かすがさ、すごいいいのよ。水が炊いたりさ、するのにすごく、いい出汁が出る油かすなので、ぜひ試してみてください。なんか稲川さんのさ、階段ずっと聞いてたらさ、恵比寿かどっかの生まれやんか。私も、
ガチガチの江戸っ子やからさ。ハヒフヘオが、作業が、全部作業やねん。そもし一日中ねって言わはんねん。ほんまに江戸落語聞いてるみたい。そんなの聞いてるとね、ちょっと口調が映る。うん。今日この間ね、福井に、堀江さん、この間27日に、やらせてもらう予定にしてたんですけど、その日台風ちゃうかみたいな話になって、中止した途端、めっちゃ進むのが遅いみたいな話になって、結局今なんか、3日やろ？で、明日と明後日ぐらいがやばいんではないかという予報に最終的になって、普通さ、上陸したら台風の足って早くなるやん。なんか今回上陸しても早くなってないね。で、気圧の谷にもみくちゃにされて、なんかすごい迷走してるみたいで。前の日ですら予報円がまだ定まらへんみたいな、珍しい台風みたいですね。食べ過ぎかな。なんかこのところね、そういうストレスもあってか、すごい食べ過ぎてる気がすんねんな。そう、ほんで、それで、スポット、まるまる、前の日、いつも堀江亭って前日に仕込んで、当日はもう朝から動けるようにしてみたいな。感じでやってるんですけど。まるっとだから、26、27が空いちゃったんで、26に、事務仕事を済ましちゃってね。まあね、フリーランスで自営業やってる人はわかると思いますけど、たまるじゃない、事務仕事が。一番こう、ね、クリエイティビティをスポイルするような作業がね、溜まっちゃうので、そういう時にわーっとやっちゃって、頑張って、ガッツ出して。で、27の朝から、溜まってた資源ゴミとかを片付けて、その足で、名神に乗りましてね。今、名神さ、名神も、北陸自動車道もそうやったかな。すごいなんか片側、まるっと交通規制してたりとかして、めっちゃ工事してた。うん。行きはそうでもなかったんやけど、帰りめっちゃ混んでね。もう結局、北陸自動車道から名神に入ってすぐ彦根で降りて、彦根から京都はね、下道でも、こっちは地の利があるので、パッと降りて、彦根からは、下道を
高岩道路を帰ってきましたけど、いや福井でさ、お昼ご飯にさ、ほんまはあの朝早く出て朝ご飯を福井で食べたいなと思ってるのも、それがちょっといろいろやらなかったことあったんだよ。ゴミ捨てとかね、かなわずね、お昼ご飯を向こうで魚をちょっと食べたくて、で福井市の中央卸売市場の中にあるこう一般の人でも入れるようになってるエリアがあってね、そこでなんかその網元さんが経営してはる群青っていう食堂でご飯をいただきまして、もうあのムツの照り焼きの定食をねいただいたんですけど、もうね、もちろん福、あの、照り焼きはもちろんうまいんやけど、福材、揚げ物とか、お作りとか、だいたい全部さ、こう、お膳に乗って出てくる福材って、魚の定食頼んでんのに魚関係ないもん。ついてきたりとかするやん。そりゃそうやん、魚の定食屋言うたからって全部が魚にね、なかなかできへんと思うけど、もうそこはね、群青さんはもう乗ってる皿全部が魚料理で、ちょっと感動しました。うん、サゴシのね、あら汁が、のあら汁っていうか、ごちそうさまでした。サゴシ汁やんみたいな、もう身もしっかりついてるようなサゴシのお汁をいただきましてね。ああ、うまかった。どっちしようかな。デザート二つあんね。デザートね、みんな大好きカップデヤクルトのノってなんや、カップデヤクルトとで、みんな大好きこれはどこさんやったかな、徳島県さんやったかなのイチジク、あのうちのね死んだ親父がイチジク好きでね、もうこの季節になるといつも仏壇にイチジク備えてるんですけど、イチジクとかビワとか、まあ田舎の人やったからね。自分とこの畑になるもんが好きやったんやろね。いや、ほんで、何の話してたっけ。そう。その、お魚料理が美味しかったっていうのと、で、なんちゅうとこやったっけな。忘れた。あのね、地元の、徳井市の、水羊羹が食べたかったのよ、福井の。あるやん。平べったい、四角の平べったい水羊羹ね、福井の。あれって福井では水羊羹って、冬のもんなんですよ。なんで、今行ったってないわけ。で、水寒天っていう寒天菓子を、冬は、水羊羹作ってはるね、有名な、お店が作ってはるんですけど、それの桃味っていうのがあるっていうの知ってたんで、それ欲しいなと思って、で、調べたら営業中ってなってたから行ったんやけど、めっちゃ閉まってて。で、他何軒か当たったんやけど、いやー、水羊羹はもう冬だけなんで、みたいな。まあ、そらそうや。冬のもんやから、福井ではね。で、どうしようかっていうので、そう、竹内かしほさんっていうところの
文京店っていう、ちょっと街の中にあるのかな、うん、本店はなんかね、ちょっと外れたところにあるんですけど、街の中のね、文京店さんってとこが、和菓子屋さんなんやけど、そこはね、まあ和菓子も置いてはって、多分冬は水羊羹も置いてはるんやと思うけど、カフェをやってはってね、そこの栗きんとんモンブランっていうのが、もう写真で見るからにうまそうやったので、それを食べに行ってきて、めっちゃうまかったよ。まあ、土台はスポンジがあって、それにこしあんが乗ってて、で、そのこしあんをソフトクリームで包んでやって、上から栗きんとんの、栗きんとんね。栗きんとんを、モンブラン絞るやつでビヤーって絞ってある状態。で、カステラの、ラスクがビーって刺さってるの。めちゃくちゃうまかったです。それね、黙食動画も撮ったんですけど、撮ったのよ。すげえ、もう20分くらい待って、すごい混んでてね、20分くらい待ったんですけど、黙食動画撮ったんやけど、隣でね、いや、そんなんでさ、混んでたらさ、待ってはんねん、まだ。まだ人待ってはんねん。だから、黙食動画撮んのも、ちゃかちゃか食べんと悪いなと思って待ってる人にね、思ったんで、どうかなと思ったんやけど、まあ、ちゃっちゃと食べたらいいわと思って撮らせてもらったんですよ。他の人入らへんように一生懸命カメラのアングル調整してね。で、食べようと思ってたら、横に座ってた、明らかにお前もうその一口残しといて粘ろうと思ってるやろみたいな、話の内容からして主婦ですわ、二人とも。主婦が、ずーっとね、私普段こんなにぐーたらしてるねんっていう自慢を片っぽの人がしてて、それを片っぽの人が羨ましがってるっていう会話がずーっとなされててね。それずっと入ってんねん。で、なんやったらもうもう黙食動画なんで見てもらった人はわかると思いますけど、堀江の顔を撮ってるわけじゃないですか。需要あるかどうかわからんけど。で、その素材を見たら、明らかに、堀江の顔が、イライラしてんねん。もう、人待ってんねんから早く開けろやみたいな顔になってるわけ。正直、申し訳ない。そのモンブランの味も、あんまり覚えてないぐらいイライラしてたわ。それはあんな顔になるわと思って。で、なおかつ、二人の話の内容が、もう素材見て、話聞けば聞くほど、バカみたいな内容で、ただね、堀江のさ、食べてるところにさ、まあ、その内容聞かさんとこうとして、音楽とか流してもさ、そらぞらしいやん。しかも、だって、イライラしてる顔してるし、明らかに。ね。なので、ちょっとそれはもう、控えることにしました。ので、インスタかなんかで、その、黙食動画から、キャプチャーして、ものは、お見せしようかなと思いますけど。こう、堀江が知ってる、福井の女性っていうのは、すごくいい人ばっかりなので、福井にも、ごめん、もう正直あれやけど、福井にも、こんなバカいねんなと思って、イライラしてました。ちょっと福井のことも嫌いになりかけましたけど、堀江が知ってる福井の人を思い浮かべて、あ、この人らは、ほんの一握りなんや、一部なんやって思って、なんとか持ち直しましたけど、
超本で、その竹内かしほさんで買ってきたくるみ大福っていうのがね、えらいうまくて、まあ、言ったらお餅大福やからお餅にくるみが練り込まれている状態で粒あんも包んでるやつなんですけど、すごいうまかったです。くるみの存在感もしっかりあって、餅がね、だから言うたら牛皮じゃなくて、ちゃんと餅やね。それがすごくうまくって、中のあんこももちろんうまかって。あれはもう一回、あれだけを買いにでも行きたいぐらいやな。なんかいろんな、季節によっていろんな大福を出してあるみたいですけど、まあ、くるみ大福は年間通してあるんやろな、多分。もうだって、3時ぐらいかなに行ったのよ。な、もうカフェいっぱいで、なおかつ、こう、一角にカフェがあって、こっちがメインの店舗でさ、メインの店舗の方にこうぐるっとこう丸く売り場が作ってあって、そこの周りにこういろいろ売ってるわけ。もうね、ほとんどないね。すごいなと思って。そこなんかカステラも有名みたいで。カステラはまあ、ね、日持ちもするんで、かろうじてまだありましたけど、生菓子に関してはほとんどもうその時間になくて、地元の人気店なんやろね。うん、すごいなと思いました。福井また行きたいな。なんかすごい地方でね、行きたい、あの、お仕事で行かせてもらったりとかして、行きたいとこいっぱいあって、前も言ったと思うけど、あの、山形とかもね、何食べても美味しかったので、山形ももう一回行きたいし、別府もね、あの、こういうじゃないんやけど、誤解を恐れずに言うと、何もないとこで、あの、別府のさ、JR の別府駅の、駅前からこう、ちょっとこう、線路沿いにずっと行ったところにさ、公設市場みたいなのがあって、あの、アーケードみたいになっててね。結構ね、シャッター閉まってるとこ多いのかな？今の状態は。なんですけど、一つあの、お惣菜屋さんが朝、もうなんか6時とか7時とかそのレベルから、早い時間から開けてるお惣菜屋さんがあるんやけど、そこがね、すごかった。もう朝その早い時間、ホテルに泊まらせてもらってたんで、ちょっと朝散歩しようと思って、そこのお惣菜屋さんのことを知ってたので、朝散歩しようと思って、7時半ぐらいかな、うろうろしてたら、もうね、ないねん、ほとんど。ので、あの慌てて手近にあった、レタス巻き、まあ、あの、太巻きやな。レタス巻き、もう、海苔で巻いてあるご飯のとこからね。この、太巻きの、ちょっと3分の2ぐらい。いわゆるあの、太巻き、巻き寿司の3分の2ぐらいの大きさの巻き寿司なんやけど、その、本来の太巻きの長さぐらいまでレタスビョーン出てんねん。それを1本もらって、いやいやもうそのままで言って、手づかみで、わしづかみで、かじりながら、別府の街をカッポしましたけど、それがすごい曲がって、あっこ多分、だから、何買ってもうまいとは思うけど、あの、朝早いかんと、なくなる。あれだから、弁当のおかずとかを朝から買いに来てる人とかおんのかもしれん。あの、弁当形式になってるもんがないのよ。もうほんまに惣菜屋さん。なので、弁当を買ってっていう勢いでお惣菜を買っていって、それ弁当に詰めてんちゃうかなっていうぐらい何もなかったです。すごかった。
なんか、山形も別府もすごいいいバーがあったりとかね、いろいろ。あ、今度ね、9月21日に、東京に、宝塚のとある生徒さんの、お茶会、ティーパーティーの、宝塚でこの間ね、やらはって、ティーパーティーってわからんかな。まあ、下級生からトップさんまで結構やらはるみたいなんですけど、まあ自分のファンの人をこうお呼びしてみんなでお茶会をしてその子のお話を聞いたりとかね、まあ歌ったりとか、なんかトップさんになると宝塚ホテルの宴会場を使って華々しくやったりとかしはるみたいなんですけど、まあ下級生の子なんで、まだこう新人公演とか出たりする子なんで、ちっちゃいカフェで、まあ20人ぐらいの方呼んでやったりとか宝塚したんですけど、それを、東京公演がある期間中に、東京の、ファンの方、ねえ、でもその下級生の子にもちゃんとそんなファンついてはんねんなと思って、すごいなと思って、うん。で、その下級生の子のファンの東京の方をお呼びしてやりたいっていうので、そうなんやって言ってたら、東京も来てもらえませんかって話になって、いや、行くのはええけど、俺行ったら、ね、いわゆるその、顎足枕って、交通費も、なんやったら、終わんの9時半ぐらいになるので、もうそっから新幹線乗れへんから、かと言うて、もうこの年でね、深夜バス乗ってる場合じゃないので、もう体バキバキになるので、一日一晩止めてもらうことになるよ、言って、どうやろな、それはっていう話で、こっちはもう断る気満々でね、いや、あかんやろ、そんな金かかりすぎやわっていうので、断る気満々やったんですけど、出しますしお願いしますと、いう話で、そうなんやと思って、そういう下級生の子とかにも、なんかそのお世話する、ママって言われる方が、こうついてはって、まあファン代表みたいな方がついてはって、なんかその方が持ってはんのかな持ってはんのかなやろね。ならもう、こう、その子が気持ちよくお茶会ができるんやったら、もうお金ぐらいなんぼでも出すわ、みたいな感じなんやと思う。すげえな、と思って。はい。それでちょっと、行かしてもらいます。9月の21が当日で、その晩泊まって22に、ちょっと、野暮用で、横浜の方へ、ちらっと覗いて、で、帰ろうかなと思ってます。はい。で、それもね、手配してくれた宿が、半蔵門、皇居のね、半蔵門の近くの宿で、で、うちのね、宮部姉さんに、なんかバーないかって聞いたら、半蔵門の近くやったらこんなとこあるよ、言って、バー教えてもらったんで、そこのバーもちょっと、冷やかしてこようかなと、思っております。はい。そう。で、その期間でね、森タワー、森美術館で、今やってはる、Perfume さんの展覧会が、あるんですけど、ちょっともう期間的に今、自腹切って行くのちょっと無理やなーって、もう、懐も寂しいしなーって、もう今回は諦めようかなーって思ってたんですけど、行くにしてもだいぶ無理していかなかなーと思ってて、日程的にもね。なんですけど、まあお仕事でね、行けるんやったらちょっとついでに行ってこようかなと思って、21日はだから早めに東京入って、お茶会は夕方からなんで、早めに入って、で、そのPerfumeさんの展覧会行って、でからお仕事をさせてもらおうかなと。もうすごくありがたい。ね、それが行けるようになったことがすごくありがたいので、はい、お仕事の方も頑張っていきたいと思います。はい。いやー、
ったね。最近ちょっとね、この天気もあって忙しいのもあったので全然歩けてなくてね、やばい。来月か再来月あたりの数値が悪くなりそうでやばい。でもいつにも増してすげー飲んでるんやけど、肝臓の値だけは全く悪くならないっていう不思議な体です。はい、こんな感じで、また近いうちに事務所からできたらなと思ってます。じゃあね、バイバーイ。 YouTube で見つかります。